1945年、降伏に関連した英委員軍との交渉のため、ランブーンを訪れた沼田。向かって、右は同行した、海軍少将、中道関係沼田武蔵4月18日から1961年11月15日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。広島県出身、漢学者、沼田良蔵の次男として生まれる。 広島陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1912年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少尉に任官し、この F 票第3連帯付けとなる。1919 19年11月、陸軍大学校を卒業。1920年4月、参謀本部勤務となり、関東軍幕僚付け、参謀本部員。 陸軍省軍務局会員などを経て、イタリア駐在となり、1927年7月、不評調査に昇進。1928年8月、整備局会員となり、1931年8月、不評調査に進級。1932年12月、関東軍参謀に就任し、イタリア大使館付部官を経て、1935年8月、 不評大佐に昇進した。1936年8月、参謀本部付となり、日中戦争に、不評第39連隊長として出征し、助手会戦などに参加。1938年6月、第11軍参謀副長に転じ、1938年7月、陸軍少将に進級した。1939年1月、 第11軍参謀長に着任し、企画院第1部長に転じ第1部長任期中に総力戦研究所構想案を練ったとされている。1941年3月、陸軍中将に進んだ。同年4月、第3軍参謀長に就任し、満州に赴任。1942年8月、第12師団長に親保された。 1943年10月、第二方面軍参謀長となり、昭和19年5月、美役島を視察中に、米軍の上陸に遭遇し、臨時に防戦の指揮を取ったが、玉砕寸前に同島を脱出した。南方軍総参謀長として、終戦を迎えた。1947年11月、戦犯容疑により、菅もプリズンに収容された。 1948年4月、立花丸事件で、重労働7年の判決が言い渡されたが、1950年12月に仮釈放された。1955年9月24日、防衛庁顧問に就任している。ありがとうございます。